3本目のプロレンズになります。こんなに早くですねこのレンズを買うつもりはなかったんですが、このレンズもですね大変便利そうなレンズなので、今回導入してみました。オリンパス OM システムソリューションズの、M 随行デジタル ED12-100F4.0IS Pro ですね。プロレンズこれが3本目なんですが、イメージスタビライザーが、ついているレンズは、これが初めてというふうになります。ボディ内手ブレ補正の非常に強力なですねオリンパスの OMD シリーズなんですが、このレンズはですねそのボディ内手ブレ補正と、共同してですね、さらに、強力な手ブレ補正が効くというものです。このレンズの焦点距離なんですがマイクロフォーサーズでの12ミリから100ミリというのはですね、これここに出てるんですが35ミリ換算で24ミリの広角から200ミリの望遠まで、かなりの範囲をですね、カバーするレンズになっています。12から100ですから、8倍以上のズーム比を持っているんですね。しかもですね写りもいいという評判なので大変期待しています。中に入っていたものが、ここにあるものになります。最初にですねこちらの方が、レンズ本体になります。結構大きなレンズにやはりなりますね。ズーム比が大きいですからね。ただここ、プロテクトフィルターの方もすでにつけてあります。これ白馬のやつなんですね。ここにイメージスタビライザーのですねオンオフのスイッチがあってここに L ファンクションの、スイッチがあります。その他にですね、ここがフォーカスリングなんですがこれを下に下げるとマニュアルフォーカス、上に上げるとオートフォーカス、この機構は、L レンズ、大体ついてますね。1個だけついてないのがあるんですけどね。そしてここが、ズームリングになります。12から100なのでこのようにですねやはりかなりですねこう長くこう出ますね。こんな風になります。そしてですねこちらの方、これレンズフードになりますね。12ミリからのレンズフードなので非常にですねこう浅くなっています。これもここにですねこのように、取り付けて、ロックが、これ逆ですね、反対にちょっとつけてしまいましたのでちょっとですね、付け直しをしますと、こうですね。ここでロックがかかるというふうになっています。こんな感じですね。こちらのがレンズキャップですね。レンズキャップはやはりですね、ここの部分が金属製になっています。それからですね、こちらの方が取扱説明書、それにこちらが保証書というふうになります。あとこれ最後これですね、このレンズもですねレンズポーチの方専用のものがついています。あと先ほど言い忘れましたがこれですね、リアキャップももちろんついています。それではこのレンズをこちらのね OMDEM1M3 の方につけたいというふうに思います。今ここについているレンズはですね12から40までのですね F2.8 プロレンズになっています。こちらですねここですねここを押して回して外します。
この時ですね、ボディをこう上に向けたりするとゴミが入りやすいので、下を向けたりですね、このように横にしたりというふうにします。そしてこちらの方ですね、ここですね、赤い印合わせて、そして横ですね、はい、これでつきました。レンズの方ですね、こう比べてみるとこちらがですね、1240F2.8 なんですね。こっちが 1200F4.0、 太さもこちらの方が、こちらのレンズの方がやっぱり太いですね。太くて長い、やっぱりこのレンズよりは、かなり大きいかなという感じがします。このレンズの方ですね、今キャップも外しましたので、これでスイッチを入れます。これが今一番広角端ですね。そしてここで合いますね、かなりですね、やはり大きなところから、やはりですね、ズーム比が大きいレンズだなというふうに感じますね。今こちらの方をつけて、このようにしてね、持ってみますが、やはりですね、結構重量はありますね。少し、レンズの方が重いかなという感じはしますが、この EM1M3 ですね、このグリップ部がやはり、M5 などよりはこうしっかり大きくなっているので、そんなにですね、悪くないですね。持ってみてですね、それではこちらの方でね、重量を測ってみます。どうでしょうか。ああやっぱりさすがにこのレンズですとね、EM1M3 とこのレンズ、ストラップそれからフード含めて、1229g ということで、やはり1キロをこう超えてしまうのはまあ仕方がないかなというふうに思います。少しだけですね、窓から外の様子を、写真を撮っていましたので、この後その写真を、紹介したいと思います。ちなみにですね、今ちょっと撮ってみて感じたんですが、ここにあのレンズのイメージスタビライザーのオンオフのスイッチがあるんですが、どうもこれオフにするとカメラ自体のですね、ボディ内のイメージスタビライザーも止まってしまう感じですね。そんな風に、感じました。それではね、あと後日、このレンズのですね、またインプレッションをお届けしたいと思います。